こんにちは。転売大堀秀夫です。今日は、ル・サンク・小石川後楽園というですね、今、不動産業界では割と話題のマンションについてお話しします。これね、完成間際というか、ほぼ完成したマンションの建築確認が取り消されたというですね、あんまり聞いたことのないトラブルになったマンションです。で、その報道とかね、いきさつなんかを見てると、大変興味深いところがいくつかありまして、いろいろ調べたんですけど、今日はその興味深い肝心な部分じゃなくてですね、単に個人的興味でも興味深いことを発見したんで、そのお話です。このマンションね、私もこの近所に住んでたことあるんですけど、小石川ね、揉めてたとこだろうなと思ってみて、改めて地図をよく見たらですね、そういえば、すっかり忘れてたんですけど、このマンションがある場所は、堀坂ってんですね。で、堀坂ってね、由来があって、堀さんと関係あるのかなと思ってみたらですね、もともとが、堀さんの屋敷跡だったと。ね。と、私がたまたまね、小石川後楽園、住むときに、そういえばうちのご先祖さんね、小石川だっていうのを聞いたことあるぞっていうふうに、父に聞きまして、そうなんだぐらいに軽く思ってたんですけど、もしかしたら、この堀さんと、うちのご先祖さんって同じ方なのかなと、ね、うちは立派な家じゃないんで、家系図とかないんで、確認のしようもないんですけども、年寄り連中もね、みんなあちらに行っちゃってますし、ただ、もしかしてそうなのかなと。いうのもあって大変興味深かったです。ね、ご先祖様の土地で、揉めてて、それにたまたま私が興味を持ったと。よくよく見たらね、販売したところも、昔私がいた会社、ね、昔野村不動産にいて、今野村不動産アーバンネットって名前になってますし、三菱地所住販にいて、それ三菱地所レジデンスになってるんですけど、こんなとこまで一緒というところでね、大変ご縁のあるマンションなんだなと思いました。ご縁のあるマンション、ご縁のある場所なんだろうと思いました。で、ご先祖様の土地なのかというのはね、確認のしようもないんで、どうでもいいことではあるんですけど、このマンションのね、起こったこととかいろいろ見てると、稼げる思考と稼げない思考というのでもね、事例として非常に興味深いですし、あとマンションを選ぶポイント、それについてもね、興味深いというか、いい事例だなと。あと場所を選ぶ重要さですね。住む場所は選んだ方がいいということで、この3点でね、非常に興味深いので、このマンションに絡めた3つの、最低3つの記事を書こうと思います。ね、なんで稼げる思考と稼げない思考に関係あんだとかね、マンションを買おうと思うんだけど、ポイントを教えてほしいとか、あるいはね、住む場所を、どことどこがいいって迷ってるんだけど、どっちがいいんだろうとか、もしね、この辺のことをすぐ知りたいというリクエストがあれば、その記事から優先して作りますので、お気軽にリクエストをお寄せください。いろいろね、珍しい事件なんですけど、これを例えにするのがね、結構興味を持ってるんで面白いかなと思ったんで、この3つの記事を今後、書かせていただいてまたお知らせします。多分ね、マンションを選ぶポイントと場所を選ぶ重要さのあたりは、全部公開するとね、苦情が来るかもしれないんで、一部はね、メルマガのみ公開とかね、いう形にしようと思いますんで、この辺詳しく聞きたい方は、ぜひ、教えろというリクエストをいただければと思います。それでは、今日は、この文京区のね、完成間近で建築確認が取り消されたマンション、いろいろ調べたら、堀さんの敷地跡に建てたと、その堀さん、うちのご先祖様かいなというのでね、興味を持ったんで、小ネタとして、提供させていただきました。以上、天満アカデミー、堀秀夫でした。